久保さん、今回、そこにしましょうか。底辺の、底辺、そこ、みたいな感じで。ま、あのー、まあ、僕も底辺の人生でしたけども、まあ、底辺の人生でどういうことかっていうと、就職ができなかったと。まあ、正社員として働けない人は、底辺みたいなね。なんか、派遣社員の人は、ダメだみたいな。バイト、アルバイトをしてる人は、ダメだみたいな、まあ、世の中の風潮はあると思うんですよ。 正社員になると立派しの、なんか、社会人みたいなね。で僕はあの、正社員になれないような人間だったんで、底辺ですよ。一般的に。でもその底辺の人間が、あのー、なんだろうな。一般の人とはち、一般の人が憧れるような生き方ですよね。会社も行かなくていい。満員電車もない。毎日自由です。 毎日自由っていうね。多分毎日夏休みって憧れますよね。どうすか。ねガキの頃とかね、夏休み、ああ、夏休みもう終わっちゃうのかなみたいなね。ガキの頃も自由じゃなかったじゃないですか。大人になってこんな自由になれるのかみたいなね。もう正直僕毎日夏休みみたいな感じですもん。ねえ、久保さんも学校に行かなくてもいいし、なんだ。なんか、何も縛られてないじゃないですか。か自由にこう生き、生き、生きているっていうのはなんか、すごいなっていう。 ガキの頃もできなかったことが大人になってできるっていうね。うん。なんかね、ガキの頃も学校に縛られて、親の管理官に縛られて、あの社会人になったら会社に縛られて、人間関係に縛られてみたいな。<laughs> ずっと自由じゃないみたいな。だからまあ、あの、まあ、デジタルコンテンツですよね、このマスターすることによって、まあ、自由は手に入れられると。 だこれからの生き方、新しい生き方っていうのは、まあ、こういう生き方ができるようになったんで、んんいい時代に生まれたなと思いますね。もしこれが50年前、70年前、80年前、広島に原発が落とされた時代にもし僕,僕が生まれてたら、こんな生活は一生できなかっただろうし、久保さんも、まあ、ね、 えー、僕より10個上でね、50ですけども、でも少なくてもこの時代に生まれたからこそ今が、今の生活を手に入れてるだけであって、これ100年前に生まれてた、えー、原発が落とされた時に生まれてた、まあ、こんな生活はできないですよ。なんで、あのー、底辺じゃないんですよね。環境自体は最高なんですよ。 だから、底辺だとしても、環境は最高なわけですから、それを使い倒せばいいだけなんですよね。僕と久保さんは、底辺だったけども、使い倒した結果、今、まあ、すごく自由を手に入れてるってことですね。久保さんもともと麻雀店だったけども、それを使いこなしたってことですね。コンテンツを。うん。い,いってらっしゃい。